ああ、鳥になりたい。鳥になって、地下に落ちて、なんとか頑張ってそこを脱出したりしたいわ。ああ、鍵集めたい。めっちゃ鍵集めて、罰ゲーム的なことやりたいわ。一緒にやるか。お、付き合うで。こんなもん。俺も両手で鼻ほじりながらいけるわ。鍵は全部取る。部下も守る。危ない。おお、頑張ってる頑張ってる頑張ってる。おお、いった。死んだ。わかった。これむずいわ。携帯触ったやんけ。いや、メール来たから。くっそ。みんなそういうの我慢して生きてんの。俺、女の人の父は我慢。おい、そんなことない。うわぁ、よっ、うまい。うわぁ、左変わる。はい。全然カラスの気持ちになれてない。おらぁ、ほら。タイム。タイム、おう。きついです。ええピロピロ当たったらあかんシステム。ふがふがはぁ、ふがふがはぁ。う、頼りなるね、この時。おぉ、すげえ。見てください、この、右上のとこ。いやほい、プリ実況プレイ舐めんなよ。俺、こうクリアしたら結婚するわ。誰とやねん。屁が出そうや。マジで？うん。俺、隣におんねんけど。え？あ、ばばば、危ない。ドゥデデ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 デ。みんな結構イライラしてきてるん違う？まぁ大体、この様子、見てくれてる人が、全国に6人ぐらいおるな。いや、だったいけるぞ、やったおー、よっしゃ、やった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 あー、鍵おー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 よし。やるよ。よし。ほっかほかやで。俺も戻れた。もう、カラスじゃなくて、ほうやん。カラスのイメージ、えらい変わってくるけど、よし、やるぞ。よし。笑われたで。ほんまや、笑い声や。失礼な。草生えとるわ、今。なんなん、もう。もう、カラスです。あ、カラス来た。おお。お。3は3人同時プレイなんじゃん、これ。マジで。なことないよな。あの、鹿入れて4人とかで。俺鹿使いたいわ。よし。ね。今回やねんけども、1は俺が1人でやった。うん。で、2はジジにやらしたな。うん。で、まあ、3はどうやってやろうかということで、うん、同じようにやっても面白くないやんか。そうやね。だからまあ、単純に交互にやっていこうかなと。おお。うん。まあ、対決やな。え、対決？対決や。ゲームオーバーになるごとにまあ交代して、うん、まあ最終的にいつかクリアするわな。うん、クリアし終わった後に、うん、カラスがどっちに懐いてるかみたいな、とこでも、勝敗決めるから。ああ、まあ多分それ俺の勝ちやで。多分俺の方がカラス泣くもん。ああああって言うから。懐いてるじゃん。断末魔やろ、あれ。俺ずっと見てたから知ってるもん。あれ断末魔な。カラスを抱かすうまかったからな。ひいひい言わしとったからな。しかもな。うん。まあ、言うても1も2もやってきた俺らですよ。うん、そうやね。2にいたって俺10分足らずでクリアできるほどの腕前やから。めっちゃ早かったな。うん、申し訳ないけども。だから、スイス行っても面白くないというのがまあ俺の考えやから。うん、今回はちょっと考えました。ほら、これ見て。うわ、すごい妖精ギブス。このバネ硬っ。そんなん用意してないやろ。これこれ。もう。キーボード。キーボードやな。今回キーボードプレイでちょっとやってみようかなと。なるほど。うん。真の難易度で。そうやね。うん、まあ、それが二人で交互にやる、しかもキーボードを使うというのが、まあ、どういう動画になるかというのはもう、わかると思うけども。指先冷えてきた。冷たい冷たい。どういう動画になるか、どれほどの長丁場になるかということは、うん、もうこの時点で皆さん予測できると思うけども。うん。
で、多分、冒頭にダイジェストも入っとるよ。うん。ダイジェストがもしなかったら、うん、何も盛り上がりどころがなかったんやなっていうことになるから。ダイジェスト入っていることを、まあ、願ってるけども。うん。そうやね。うん。よし、じゃあやるぞ。よし。これか。ニューゲーム。すごい読みにくいな。うん。やるぞ。どう？でも今回は動物だから、え、二段構えな。全然まともに運転せえへんやんか。うーわ、もう。ええー、ビターンだ。ビターンなったけど。よしよし。え、こっからプレス、あ、上を押したら起きるんやって。おお。あ、渋いな、この。え、まあ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 。やっと動けた。まあ、うん、俺ここから出るわ。まあそうやな。基本やろ、それは。うん、このゲームどういうゲームか俺が説明するわ。あった。あ、先に操作してんのはジジイね。このカラスを上下左右の方向キーで、操作するという、まあそれだけのゲームですね。重力もあるし、移動には慣性が働くから、まあ、独特の操作感覚なんやけども。何？操作感覚1と2と比べてどんな感じ？ 1 に近いんちゃうかな。ああ、そう。2みたいになんか滑らんような気はする。おー、早速やな。うん、で、ところどころにある鍵は多分ミニゲーム。集めるとミニゲームが遊べるようになるんやろうけど、これいきなり邪悪やな。うん、まあでも俺んちこんなんあるから。嘘。いや、もう死んだ。せめてボケ終わるまで死ぬなよ。カラス空気読んでへんわ。お前や。お前の手さばきや。まあ見ての通り、障害物に少しでもか、少しでもかすると、それだけで死んでしまうということやね。大丈夫か？鍵一個ぐらい、鍵一個っていうか、あの鍵ぐらい取ろうぜ。任しとけ。大丈夫や。全然あれだな。任しとけ、俺に。ほんまに？なまりすぎやろ、言うても。ま、都市道の腕を信じるかよ。おう。こいつはいつだってやってくれる男やから。せやで。申し訳ないけどな。うん。もう多分ジジイの番回ってけへん。マジでクリアまで持っていくの？おう。ほら。羽がいっぱい見えたかな。大丈夫。だって3機あるやろ。なるほどな。うん。ちょっと、キーボードなかなか難しいぞ。お。でもこれはガッといって上行くしかないやろ。そうやな。ガッといってガーしかないやろ。あれ？そこ何回しやんけど。あそこ見えへん壁あるぞ。そう。勢いが大事や。勢いが。はい、歳三の今年に。行け！お！ほら！まあまあ、お仕事した。はいはい、そっち。歳三がやっと取ってくれたか。危な。おい、もういきなり自前効果音出してくんの？本気やん。もう、こっから俺のターンや。いやいや、お前のターンは最初から来とったよ。ああ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 あ。ちょ、あんなんあり？まあ、ボロが来とったんやろ。まあ、俺やったら今のは避けとったと思うけどな。マジで？うん。まあ、絶対嘘なんやろうけど。いやいやいや。もうだって、なんていうの、1も2もやってきとるわけやからさ。かもしれない運転、やっていかんと。ほら、ここも、いろいろあるで。マジで。うん。お父さん、実は、愛人作ってるかもしれない。おっきなカラス。おっきな。ビッグパパの。ビッグパパの話は寄せ。てか、下やろ、これは。おぉ、しまってもだ。どうしよう、帰られへんわ。まあ、帰るつもりもないけど。はい、実はウィンナーちゃうね。繋がったやつ。ガシャン。レバーや。超長。なるほどな。閉じ込められたやん。隠し通路があんねん。嘘。まあでも、そうでもないと、クリアできへんからな。俺はな、この三角のとこと見た。距離によって。ちゃうかったわ。
まあ、ちゃうやろ。え、どういうことや？じゃあ、レバー触って、すぐ出ろってこと。おー、さすがな？もう全然あかんやん。じゃあ、お前やってみーや。ええ、任せろ。あれ、落ちてくるんちゃうかな。まさか、おじいんて。昨日大丈夫やったもん。あかん。あれやな。なんか、カラスの、モーションがちょっと追加されとるよな。うん。うぅ、急降下とか、急上昇みたいな。まあ、これ下やろ？で、ウィンナー落ちてくるやろ？まだウィンナーって言うか、あれよ。これはレバー触ったらすぐに出るってことだろ？でもちょっと待って。レバー触ったら、うん、こいつが上がって、俺上がっていったよな。でも下に鍵なかった。だから、反対側通ってくるんじゃん。あ、違うか。隙間空いてないから。一回、じゃあ、レバー一緒に上がって、とにかく一回上に上がって。うん。むずっ！めっちゃむずい、めっちゃむずい。ちょっと待って、これな。うん。むずいぞ。わかった、これむずいわ。よかった、俺だけ非難されるんかと思ったら。これむずいぞ。パート2ぐらいからいきなり俺らコントローラー使ったかもしれん。ずるやばいやばいやばい。え、ちょっと待って。思いのほかキーボードって難しいな。慎重に。言うぞ。よっ！うまい！うわぁ！あそこはレバーあるの？じゃあくっそむかつくくっそまあ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 。道は開いたやろ。じゃあ上行って、もう。え、横道に入るのが正しいんか？あの、横道は、あそこ入らんでもよくて、あそこからまた下下って鍵取りに行くんやろ。ああ、まあそういうこと。いや、でもそれやったら横道で一旦休憩して。でもそれ難しくないか？エレベーターやりすぐそうだよ。まあ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 。まあまあまあ。話に夢中やとな。なかなかな。せやな。黙ってやった方がええで。お、俺今から黙るわ。嘘。俺も黙るわ。マジで。うん。お前も黙んの？うん。ほんまに黙ってもたな。あ、忘れとった。黙ったらあかんわ。黙っとっても喋っとってもあかんのかいな。全部避け切ってから全部避け切ってからいきなり調子乗り出してもな。いや あそこだけちょっと自信満々やってほええぞええぞほわほわあー確かにこれはむずいぞ。なるほど、俺掴んだわ。わかったわかった。よし、どうしよう、そこ危ないぞマジで。おう、俺思うんやけどさ、一気に抜ければ大丈夫ちゃうか。マジでやってみようよ。この辺から助走つけて。うん、無理や。惜しかったやろ、でも。なんか出てきた。ツイッターの名言ボットの発言出てきた。ごめん、ちょっとこれ切るわ。おう、ログアウト。Firefox のな、便利な機能で。そんなんあったんや。うん、出てきたのが名言ボットでよかったわ。ちょこちょこ名言教えてくれんね。名言がな、いろいろ聞けてな、楽しいで。マジで、うん、例えばどんなんで聞いたらあかんのかな。な、やってもないやつが文句言うなみたいな。うん、めっちゃむずい。うん、ほんまにむずくないか。やっぱ横道の方がまた簡単な気するわ。おー、じゃあ、やってみるか。うん、今の何？レバー？え、嘘？あれかな、触れたら次触れたらあかんのかな。マジで？あの丸なくなったら。なんで一回目触れてんの？じゃあ。言ってくれ。右上に出てくるあの羽残機数やけどさ、うん、唐辛子に見えてきてしゃあないわ。あ、お前唐辛子に見えとったんや。でもな、俺さっき掴んで。言うとったな。うん、見してくれ。おう。確かに光ってん。確かに。光ってない。
夢見とっただけや。あとサンタさんもおらへん。そう、サンタさんおるって。だって俺見たもん。おとんかおかへんや。多分おとんや、ほんで。でも正解は姉ちゃんでした。うわぁ、意外なとこ。両親、ちゃんとせえよ。なんで、かぁ！何しとんの？じゃあ、これはこの位置を、うん、じゃあこの位置か。わかったら、早よ行って。シュン。キーボードむず。失敗ちゃうか、キーボードでやるっていうの。え？まさか俺らもうずっとここやっとん。1時間ぐらいも。ありえるぞ。ほわっ！よっしゃ、来た！てやっ！ごめん、最善は尽くして。うわ、それやったら今後期待できへんわ、こいつ。最善尽くしてあれやったら、こいつ期待できへんわ。大丈夫、最善2とかあるから。あ、マジで意外と頑張れるで。あかん、俺もあかん。ちょっと、惑わすのやめてくれる。ほら来た、人もせえ。ほんまに。何考えてんねん、ほんま。二人で頑張っていかなあかんねやろ。そうや、協力せなあかんねん。うん。そしたらここどこ？ここどこ？なんでとこ？うるさい、黙れ。ああ、もう唐辛子が減ったと何してんの？何、俺が食うたケログコーンフロスティの食器ちょっと鳴らしてくれてんの？俺の肩元に置くなよ。邪魔へん。じゃあ、お前の肩元に置いたんじゃなくて、俺が置いたところに肩寄してきたんやろ、お前が。フロスティの方が先や。フロスティさんの方が。フロスティ言うな。グーレイト！お？これはまさか。いや！あん！めっちゃむずい！めっちゃむずい！ああ、めっちゃむずい！で、お前ももう横に入る。いや、もう無理そうなんですもん。どうするかなぁ。こんな灰をつまずいてもで。俺の思ってたのと違うぞ、これ。お前の思った通りやったら怖いわ。俺の思った通りやったらもうクリアして飯食いに行っと。今頃。今頃飯食いに行ってご飯おかわりしと。カッパじゃなかったね。無なしでした。あー！やっぱカッパじゃなかったことがちょっと俺ショックやったな。行きたかったんや。いや、あんまりやねん。なんやねん。今それも両方の層を裏切ったぞ、今。じゃあ俺まだショックで死ぬで。待て待て。頑張ってくれ。もう俺手首にあれ当てとこうかな。カッターの刃を。カッター。やめて！あの、トシドのやめてがなかった、生きとった。嘘。ごめん、ごめんな。ほわっ！てやっ！やめて！なんで？ハロー！惜しい！あ、でも、あの、そもそもあの上さ。うん。上になんかべちゃってなんかついとったやん。なんか垂れてきとったな。なあ、あれ要するに同じように逃げてきたカラスがこうべちゃってなっとんやろ、あれ。え、それが積もり積もって。それが積もり積もってああなっとんやろ。何つららみたいになっとんねん。足りない分はこの俺が。まあ、シーザーのせいや。よし、行くぞ。よーおー、これはまさか。この急ブレーキむずいってこれ。あそこで止まったらええんやな。いや、簡単に言うけど。簡単に言うけど。え、これやっぱ横やわ。横横。なるほど。うん。一個言うとくとやな。うん。俺もすでに、うん。キーボードのプレイに限界を感じ始めた。マジですか？うっそ！あ、くっそ！今、いけたかっこよかったよ。いけためっちゃかっこよかった。まあでも、これはかなり、なんやろう、うん。予想外ではあったけども、うん、いい感じに、なんていうの、うん、早く行けよ。もういいよ、みたいな、ことを言う人たちが、こう、うん、いなくなる、ええ感じのパート1かもしれない。なるほど。うん、俺ら計算でやってるというわけやな。そう今のも計算な。言うとったもんな、昨日の夜、あの場所で死ぬって。そう。俺のカラス山やから。カラス山？カラス山。
小3で習うで。そう。俺小3の、え、なんでやろう休んどったんかな、俺。前転校生やったからな。え、特定の学校でしか出えへんの？そうそうそう。義務教育やのに？お前がちょっと、うすら寒い田舎に住んどったんちゃうか？全然学校行かへん。カラスさんなんか習ってなかったよ。俺イタチ山は並んどったけど。並んどったって言うてもた対抗しようとして、感動。よっ来た！あ、そこなんや。ほら。まあ、やるな。なあ。ってことはよ。うん。今の俺のイタチ山で噛んだとこカットできへんわ。言ってもたから。言ってもた。空気読んでるな。ひそかなまだ降りてくるんちゃう。よしよし。すごい無駄な時間やったな。うん。いや、無駄ではないやろ。まあ、そのイタチ山という発想を出させた俺がまず褒められる。ちょっと待って、なんでお前イタチ山わざわざ掘り返すの？なんなんそれ？なんでそういうことするの？いや、何回も年を傷つけたろう思って。うわ。うわ。移動式のウィンナーやぞ。